ついていこう。あっちは範囲機種がいて危ないわ。ここはアイダ星のベラという時空だよ。イカリ・シンジという名前の少年も来てるんだけど、あなたの仲間かな。うん、続きは後で話そう。ここにいると廃棄種に襲われちゃうから。この地域の人たちを長年苦しめている生物で、時空を移動する力もあるから、とても厄介なの。気をつけて。エクセキューター、そっちの状況は？その件なんだけど、黄色いエヴァが落下した衝撃で裂け目を閉じる作業に支障が出ているの。今すぐ現場に向かって援護をお願いできないかしら。また別の使徒でも出てきたら大変よ。廃棄種よ、気をつけて。